はいどうも皆さんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回も荒野行動の方をやっていきます。やっていきますか。さて、今回はまたマップが違いますね。あ、本当だな。マップが広いから覚えるのは大変そうだね。フィールドがでかいのは面白いけどマップを覚えるという点は難しいかな。まあそれはやっていれば理解していくんじゃないか。なんかいろいろ間違えて目的地の手前の方で落ちてしまいました。本当は目の前の街に降りようとしたの。そのつもりでしたね。あ、ちなみに今回プレイするメンバーは、前回同様に動画の裏方をよくやってくれるフリエモンとロストウィングに来てもらってます。前回と同じメンバーでスクワットってことだな。おそらくその動画も昨日アップされていると思うので、よかったらチェックしてみてくだせい。宣伝したので銃キルしないと許しません。自分のチャンネルで自分の動画の宣伝して何が悪い。とりあえず物資は集まってきましたね。アイテムいろいろ拾ってもバッグの容量がなくなっちゃいそうな気がする。これは、レベル1のバッグだと思う。あとレベル2とレベル3があると思うけどなかなか見つからないんですよね。もちろんだがレベルが高いほど見つかりにくいと思うからな。ヘイタクシー。お、車に乗って移動するの？フリエモンが乗っているから乗せてもらおう。この辺の物資はある程度集めたような気がするし。車で移動した方が早いからいいよな。でも結構目立つけどね。ああ、確かにエンジン音でかいから車通ったらすぐわかるよね。あれ、車には二人しか乗っていないぞ。あ、ロストウィングが乗ってないですけど彼は一人でも大丈夫なんで置いていきます。いやそこは共に行動しておけよ。さて、この辺でも物資が集められそうですよ。残り73人。この辺に敵がいてもおかしくないから気をつけていけよ。もちもちのロン。と入ってもさっきの場所でいろいろ手に入ったからこれ以上何かいると言われたら、必要なものはあんまりないかもしれないですけど。バッグもレベル2になってるね。さっきの場所で見つけた。うお、めっちゃ銃声するじゃん。近くに敵がいるんじゃねえか。一旦物陰に隠れよう。どこにいるんだ。銃声の下方向的に左の方じゃない？方角的には南の方っぽいな。うん。見かけないけどどこから撃ってきているんだ。いや、左前の前方にいるぞ。お、本当だ。おし、まずは1キルだぜ。おお、仲間は近くにはいないのかな。見る限りはいなさそうだね。とりあえず安全は確保できてそうなので敵の物資を回収しちゃおうと。今のところは結構順調だな。はぐれていたロストウィングも合流しました。これは、どこに向かっているんだ。うん。とりあえずアンチの中心部分。物資もそこそこあってこれと言っていくところはなさそうだし。なるほどね。うろうろしていたらロストウィングが敵を見つけたようですね。敵はどの辺にいるの？左前の方にいるらしいですね。敵がまたしてもどこにいるか確認できない。奥の道を遮っているやつか。あ、あれか、よし、ここから狙ってやる。よし、これで2キルだぜ。エイムの調子はひょっとしていいのかな？結構距離があったけど奇跡的に当てられました。って喜んでいたのもつかの間。すぐに別パーティーに狙われてしまいました。しかもまたかなり遠いところから。それはかなり厄介だな。なんとか当ててはいるけどエリア出張も相まって結構厳しいですね。そうだな。ギリギリここはアンチ外なのか。こういう状況って一番難しいよね。お互いが警戒してどっちも動けないっていうパターン。うわ、一発で抜かれたんだけど。前回同様またスナイパーかい。まあがっつり出てたからね。狙われても仕方ない。味方のロストウィングもやられてさらに僕もやられそう。ピンチです。って言っている間にやられているけどな。またフリエモンの孤軍奮闘シーンが流れます。前回と流れが完全に一緒で草。フリエモン大ピンチでございます。今これはどういう状況だ。僕とロストウィングを倒した連中から逃げて近くの建物に避難したって感じですね。気づけば残り人数も5人。うわ、もう建物の外にいるじゃん。でも敵の方は気づいてないからもしかして奇襲すれば倒せるんじゃないか。お、フリエモンも同じこと考えていたようですね。ああ、もう一人いたんだ。めちゃくちゃ惜しかったな。このパーティーがラストか。あ、なんでやっぱそうですね。いやー、途中でやられたのがなおさら痛いですね。キル数稼いでもやっぱりチャンピオンになりたいですからね。次回こそリベンジします。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やウプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。